私、お昼寝していい？どうする？どの魂に触れる？やっぱりそうですか。あれ？セラフィー？また何か伝言？え？ああ、いえいえ。風邪妖精仲間として彼女に進化について聞いてたところです。ん？進化？なんで？いやね、最近タマが進化できるようになりましてね。ほんのちょっぴりですが、悔しいというかなんというか。ああ、いやいや、ほんのちょっぴりのちょっぴりくらいですが、ちょっぴりね。でもやっぱり上位種と戦ったりと結構大変みたいなんで、非戦闘系の私にはちょっと厳しいかなと。え？協力したいの？それなら私たちもちょっぴり協力するね。なぬ、マジですか？あ、ランみたいにマジとか言っちゃった。ん？タチモって何です？いいから。じゃあセイレン、その上位種を呼んでみて。いきなり？大丈夫ですか？多分大丈夫だよね。って誰に聞いてるんですか？アビン姉さん、こっちに気づいてた？さすがなのです。しかし、セラフィーのために使われたようで、なんか釈然としないのです。ま、ミラージュ集めってことでいいだろう。そんな気楽な相手じゃないみたいだけどね。大丈夫だったでしょ？ふふ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 ふ、私の時代が来たようですね。もうどんなミラージュが来たところで。ダメダメ、今のはランとレーンが陰ながら協力してくれたから勝てたの。え？あの二人が？そうそう、少しは感じたんじゃない？セラフィーも。よくわかりませんが、ま、それならそれでいいですかね。じゃあ少し色っぽくパワーアップした私のガーデンジェム、うまく使ってくださいね、ラン、レン。
私、お昼寝していい？どうする？どの魂に触れる？どうする？また来る？